どうも、まさるこです。では、ラスト続きをやっていきたいと思います。では、前回の続きなんですが、ちょっと冒険に行ってみようかなと思って、こんな装備になっています。こっちもね、ちゃんとタクティカルグローブをつけましたよ。で、やっぱり行くのはここなんだけど、ここ行きたい気もするんだよね。でも、ここからここまで行くには、やっぱちょっと弾足りないかな、これじゃあ。ちょっと待って待って、もうちょっと持ってくか。せっかくこんだけ作ったし。で、ちょっとこれも足りないか、布も。もしかしたら。いっぱいあるし、いっぱい持ってくか。こんぐらい持ってくわ。ね。よし。あ、欲を言えばですから。欲を言えばそこまで行きたいと。地下から。それか、もう、直、ここに行く？で、こっから、ミリ単位なんだけど、直行きもありか。ちょっと直行きで行くか。直行きしよう。そんな遠くないもんね。多分。で、あっちの道は比較的そんなに危険じゃない気がしたから。ここから降りるときにいつも傷を負うんだよね。降りるとき傷を負わないように。あ、ここは大丈夫な。傷を負わない。ここはね。こうやって降りれば負わない。傷を。よし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 。で、このまま。あ、いいね。直行きで行こう。で、待って、あそこ大きい拠点もあったけど、まあまあ大丈夫か。直行きだけど、こっちから行くか。いや、道路沿いから行こう。ちょっと飯が忘れた。飯忘れた。これ見ちゃうね。ああ、見ちゃった。ああ、見ちゃった。まあ、このぐらいだったらいいでしょう。許されるでしょう。よいしょよいしょ。地下から行かなかったことがマサルコの悲劇を生むか。これ、この行きで着く前にさ、殺されるのが一番嫌なんだけど。でもないとも言い切れないよね。これは、あ、キノコ、キノコ、キノコ。食事は、食料は万全、万全すぎるぐらい万全。高台を取っとけば、高い位置を取っとけば。誰もいませんように。あそこはでっかい家。あれは家じゃなくてモニュメントなのか。家なのか。どっちなんだ。もうすぐですよ。誰もいないでね。この目の前だよね、もうね。え、どういう感じだっけ？いつもわかんなくなる。ここから、こんな感じ？だっけ？大丈夫？ここ行って。え、どんな感じだっけ？え、怖いんだけど、急に。あ、音はする。音がする。なんか、今無線の音はした。待って、どういう構造だか、どういうことだっけ？あ、いる、あそこにいる。でも、バレた。ここ
から行ける？行けない？どうやって行くこれ？下。これ行ける？行けるか。行けるか。行ける。そっか、ここに兵士がいたのか。君がいたのか。一応もらっといてあげよう。で、これこっから降りるんよね。降りるんだけど、降りるときに、して、で、ここにもう、いるんよね。確かね。で、確かだけど、こっちの兵士倒さなくてもいいみたいな。どうだ？どこだ？どっから撃った？あ、そっか。どっから？そっちか。そんなに脅威じゃないな、この人。撃つ？うわ、二人いんのか。ちょっと待って、出血しすぎでしょ。あっちもこっちもじゃん。あっちもこっちもだ。落ち着け。この後ろの人意外にうざいか、これ。この人ちょっと、この人どこに、この人か。お前だったのか。ちょい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 ちょん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 やってたのは。ちょっと食っちゃおう、無駄なものを。まだいる？うちの人。あ、いるじゃん、いたじゃん。このさ、タグって集めたらなんかなんの？一応もらっとく。まだいる？まだいるな。どこだ？おい、音が聞こえたぞ。あ、そうだ、そっちもあるんだ。そうそう。あ、ラットダメージ受けんの、ここ。なになにそれ、なにそれ。こっちダメじゃん、じゃあ。いけないじゃん。ラットダメージ受けちゃった。でもこっちは大丈夫なんだよね。これでちょっと回復するか。後ろにコプターがある。コプターが、ちょっとラットダメージを回復してから行こう。ラットダメージ減る？よし。快適度 100% だから回復するでしょ。しないの？嘘だ。しないの？なんで？え、しないの？じゃあ巻かなきゃダメか。うるさいよ。ねえ、ちょっと静かにして。うるさいよ。まだ一人いたよね。そうだ、結構見づらいんだよな。そういえばインカードキーいる？どっかな、取っといてあげる。あ、どこ、どこだ、そこ。やったか。暗いから見えないのよ。
さ、一旦こっち側に行った方が良かったんじゃなかったっけ？一人こっちにもいるんじゃなかったっけ？あれ人？違うね。あれ人じゃない。暗いけどやれた。これもタクティカルグローブのおかげ。そこにいるな。うわ。お前ずるくない？ちょっと。そこ。その抜け穴みたいなとこ。こっち出てこいよ。ずるいってそこ。ずるい。ずるいってそこ。後ろから誰も来ませんように。看板を持っていた、この人。この人の看板を持っていた。え、ラットダメージ受けんの、ここ。これじゃダメなの、この格好じゃ。マジで言ってる？これってさ、巻いてってもダメなのかな？死んじゃうかな？これをさ、大量にさ、これを大量に作って、こうして、こうして、これもつけて、ダメ？許されない。ダメだ。ラットダメージがまずい。まずいまずいまずいかも。本当に。ダメか、これ。くそー、ダメだ。計算ミスった。じゃあ近い子、地下鉄。巻き続ければ治るよね。くっそー、しくった。そんな罠があるとは。てか上にずっとさ、ヘリコプターいんだけど。ハズマットスーツとかで来ないとダメなんだ。間違えた、あれ使っちゃった。ないか。これラットダメージがなくなるまでじっとしてた方がいいですよね。てか上にヘリコプターが。ヘリコプターがいるんだよな。これ何ヘリコプター？あ、ここか。これか。いたわ。この人行くまで無理だよね。武器も持ちまくってるもんね。これとかこれとかいらないよね。どっか行ってくんないかな。あ、一応向こうが行ったか。じゃあいっか。
で、地下鉄行こう。こっから行けるんだ、きっと。ここ降りても大丈夫。ここら辺かなんか行ける感じじゃない？ほら。どこだ？こっちか。あ、あった。ここどうやって行く？こんなんか。行ける？ここ、ここから。あ、行ける行ける。ちょ、こっから行こう。地下鉄行こう。地下鉄。行き先変更。地下鉄。前もそんなことあった気がすな。ミリタリートンネルでなんかラットダメージかって言って帰って全然学んでないな、マサル子は。本当に本当にダメだ。学べ学べ。基本的にでもそういうさ、モニュメントとかってやっぱラットダメージがあるよっていうの前提で動いた方がいいってことですね。で、パーカーとあれではダメってことね。ジャケットとか着ないとダメか。もう出血したの？失礼します。失礼します。注射器ありがとうございます。いるのよね、きっと。あ、いない。一人だけで守ってるの、ここ。そりゃ大変だ。飲んでしまったんね。よし。なんでしまったんねん、ここ。いないわけはないでしょ。いないわけはないでしょ。いるわね、そうよね。どこから撃った今。どっから撃ったの？そこか。そこかい。いいですよ。これダメ。あれか。セミライがダメになるか、もしかして。こんなことしてる間に。こっちにいるよね。見えない。あ、いた。おお、タクティカルブログローブのおかげ。あ、そんなところ、そんな。そんなところから、こんにちはしてましたか。こっちにはもういないか。こっちにもう一人ぐらいいそうだよね。いないか。こっちにはないからいないか。箱がないから。あ、箱がないときやっぱいないね。オッケー。これ食べちゃおうか。あ、ハズマットスーツが今頃手に入るとは。ちょっと待って、そうなってくると話違うか。あ、でも、持てないよな。持てないな。まあ、いいか、今日は、今回は。今回は仕方ない。これって何にするの？ブルーの ID タグ。タグは何かにできるの？わーい、わーい。両方とも弾がないね。向こうの
ことはこの裏にいそうだな。そっちにいないってことは。ここにいるでしょ。こっちに行こう。いた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 。あ、まだいた。ちょっと。もう一人どこでどこにいたっけ。あれもう一人いなかったっけ。二人いなかったっけ。あれ一人だけだっけ。あ、いたいたいた。で、行くべきはアウトポストに行きたいから、こっちか、反対か、こっちか進むべきは。じゃあね。アウトポストまでにはゼミライも持ちそうだね。まっすぐでいいのか。いいんだね。まっすぐしか行けないか。いない？いる？たまにこういうところにポンっていたりするんだよな。いないか。これをさ、あ、足元投げちゃった。こっちさ、うまく投げ方が、あ、こうやって投げればあれなのか。こういっ、あ、いる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 。さあ、遊んでた。痛い痛い痛い。ごめんごめん。痛い痛い痛いわ。あ、もう一人いるじゃん。いたわ。こういう人たちを見逃さないために、見逃さないために投げてたのに、全然いた。全然下手くそだった。ずんずん行こう、ずんずん行こう。ん、ここが二手に分かれてるね。分かれてるにゃ。これを右か。右に行きまーす。いるかい？ここにはいないかい？いない。こう行ってこうか。ただの道、ずっと誰か会いに来てくんない？そろそろ、そろそろ来んじゃない？えい！えい！あそこにいそうじゃない？あ、いる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 。いたいた、いたわ。もう一人いたりしないの？二人、一人だけだね。
今ドーンって音しなかった？いる。いらない。スマットも1個いらない。これは一応取っとくか。今地上でボーンっていう音がした気がしたけど、この上で何かが行われているのか。どうしよう、帰ったら言えなかったらあるよね。帰ったら言えないっていうパターンあるよね。すごい、ここ広大、広大な分かれ道。すごい、こっちに行ったら雪国、こっちに行ったら熱帯、こっちに行ったら砂漠、海みたいなさ。なんかすごいここ楽しい。わ、ここ楽しい。でも私はこっちだね。私こっちに行くよ。すごい、こういう広場ってちょっとなんかテンション上がりますよね。こういう鉄骨のこう線路のさ。マサルコだけか。いやー、また鉄泊行きたいなー。いやー、あの大宮にある鉄泊も行ったことあるんですけど、京都の鉄泊も行ったんですけど、その時あんまりゆっくり見れなかったんだよな。ゆっくり鉄泊 見に行きたいな。もうゼロ系の、あの新幹線のゼロ系の顔が大好きでね。もう今やね、もう線路は走ってませんけども。あ、お前撃ってくるんですか。もうへっしょのまさる子だぞ今。へっしょのまさる子といえば私のこと。投げちゃうよこれ。えい、あんま意味ないところに投げちゃったなこれ。いるな、そこに。そうか、ここアウトポストの上だからこれがついちゃうのか。あ、やばい、タレコがいる。待って、タレコがいる。これ一旦、ちょっと待って。何をどうしよう。これいらないよね。よくわかんないもんね。いらない。ちょっとこれアモを取り出して、これを捨てて、これも結局、使わないから取り出して、タレコを持って帰る。ちょっと待って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 。じゃあもう取り出して、これよりも Python の方が好きだから押して。でも Python もう一個あるからいらなくて。でこれはなんだ、でもいらないよね。でもいらない、いらない。なんならこれもいらないんだ。これを一旦こうして、これをアモだけもらって、 Python はちょっとね、もし Python 好きだからちょっと打ってみたい。今回打ってないけど。んでこっちにもまだいる、こっちにもまだいそうだな。こういう奥に、あ、いた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 。よし、おい、何気に出血してたじゃん。で、奥にない、大丈夫ね。
銃がすごいいっぱい。あ、なんかあの人。なんか撃っていいかどうか迷ってる。多分新人さんかな。今日配属されたでしょ。今日初めて銃持ちましたみたいな。今日初めて銃持ちましたの人いたな。フラッシュライトこっちにつけとくか。これもつけれんの？あ、つけれんだ。つけれんな。つけとく。あ、つけれんのこれ？ 8 倍？そうなの？知らんかった。つけてどうするって感じはするけど。どっちに変えるんだ？なんか、こっちもいるよね。いた。こっちにもいるんじゃない？いないか。いないか。来た、パラシュート。パラシュート部隊。おおおお、びっくりした。やんない、これもいらない。びっくりしました、私は。ちょっと。そして、これもいらない。なんかちょっと物足りないな。でもこれ今上行ったらさ、私撃たれるじゃん。ちょっと待たなきゃまずいよね。いらない、いらない、いらない、いらない。やんない。オッケー。あと何分？あ、4分。4分じゃね、4秒。どっから帰ったらいい？どっから帰るのがいい？これ。もうちょっといける？これ。最後に死んだくじゃん。どっちから帰るん？どっから帰るん？こっからがいいか、こっから帰るがいいか。こっから帰る、帰るでいいか。いる？帰りこっちにいるパターンもあるよね。あ、あるわ。あった。使っちゃおう。わあ、全然いた。すごいいっぱいいるじゃん。二人重なってたじゃん、今。これまたさ、待たなきゃいけないじゃん。ねえ、何の音？どこ？どこで落とした今？この上で落としてる？ちょっと怖いんだけど。ちょっとまずいんじゃない？ちょっと。ちょっといるよ。なんかいるよ。なんかいるよね。怖っ。絶対誰かいたし、今
絶対誰かいたよね。これはマサロコがやった人。これはマサロコがやった人たち。この先で落とし。この先にいる。上で待ってる、もしかしてこれ。上で待ってるのかな。超怖いんだけど。私はいないか。いない？本当に。怖いんだけど、すごい怖いんだけど。ほら、これは上にいるもんね。誰もいない。じゃあ大丈夫か。お願い、許して。誰も乗ってこないで。上まで行けばセーフゾーンだよね。あ、よかった、もう大丈夫だ。誰かいたな、多分。絶対誰かいたよ。まあでもよかった、無事にとりあえず帰ってくれた。あー、びっくりした、緊張した。緊張したなり。パイソンは1個持っとこう。とご飯も食べるか。緊張した、最後の最後で。はあ。
よし。で、ここで、これでリペアできる。よし。よし。ああ、帰ろう。大冒険をしたよ。と、ワークベンチ一度覚えられるものってまだなんかあったっけ？ここで覚えた方がいいもの。あ、タレコ覚えてない。ちょっと待って、タレコ覚えたい。タレコ覚えて。で、ああ、ここも覚えておいた方がいいよね、どうせなら。ズボンまで覚えたんだったら、あれか、ここ、違うな。で、ジャケットまで覚える。で、あと、覚えたいのもの。あ、ここら辺もちょっと覚えよう。一応。ソーラーパネル。で、スプリッター、とコンバイナー。これを覚えた方がいい。エレクトリカルブランチ。覚えて。で、タイマー。覚えるべき。こっちか。こっち覚えて。タイマー。だけど、ここら辺パーッと覚えとくか、一応。スイッチ的なの。タイマー今も覚えとこうか。でヒーターはいらないか。工業用のはあんまいらなくて、あと必要なものそんなにあないか。内側もそんなにか。あ、一応これ覚えとこう。あと、はしごも覚えとこう。で、これで OK。よし。で、帰るか。だいぶいい。いいファームだったんじゃないでしょうか。チラ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 。いや、冒険できたね。ただミリタリートンネルのラットダメージを計算してなかったというね。ハズマットスーツってさ、なんか雪山仕様のやつ以外だとさ、黄色だから目立つよね。よかった、家が無事で。家が無事で何よりでした。そしてやっぱりタクティカルグローブは優秀ということがわかりますね、これで。本当に。よいしょ。よいしょ。よいしょと。で。ふう。だいぶ、じゃあもう覚えるもんないんだよね、3で。ね、こっちは自動車だもんね。なんかここ、仕事、ロケットランチャーとか覚えちゃうか。全部これで覚えた、覚えた。で、この子を、武器、武器ちょっとここに、武器はこっちか。この下に
置いといて、これファームでしょ。一旦これもこう置いといて、あ、これも別に置いてくればよかったな。いやー、Python この子だ、この子を、で、提出提出燃料をもゲットして、で、ここにいつものように鎮座してもらう。よし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 、ようこそようこそだ。よし、これがなくっちゃ始まらないのよ。タレコタレコ頼むね、玄関を守っておいておくれ、タレコよ。よし、では今回はここまでにしたいと思います。次回何をしようかなって感じですが、ちょっとミリタリートンネルリベンジという手もあるかなと思ったりしています。もしよかったら、次回も見てください。そしてチャンネル登録高評価などをしていただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。ゲームが上手になりたいな、もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラー握る、でもいつもお母さんは似ていてばかりで、俺を